11周年記念大会って言ってるだけで面白いよな、冷静に考えると。11周年、まあまあ長い長らくの長く遊べるゲームですね、ほんまに。結構ね、昔からなんやろ、いいゲームは10年遊べるっていう言葉ずっと言ってるんですけど、そう、いいアーケードゲームは10年続くっていう言葉言ってるんですけどね、ギルティーもたくさんのプレイヤーに愛されるいいゲームが本当に良かったです。リブザードも発表もされましたし、まあ、新作に向けて頑張っていきましょう。営業内は第1ブロック、4チームブロック、進撃の股間 VS 伝説のプッパ隊、やってやった。まあまあ出落ちにしてはかなり面白いブロックですね。先方はマサト VS ロック勢、昨日シングル並びに同キャラ343で優勝したチョナリ、そしてシングル2連覇スーパーチップサミット全員調べ、こちらもシングル優勝プレイヤーのロックスというアチョーの周年記念大会に愛されている優勝候補筆頭チーム、伝説のぶっぱ隊、今年はやってやった、伝説のぶっぱ隊やったチョナリのね、史上初の3冠がかかる大切な大会です。今日の大会形式は参加チーム数37チームを予選12のブロックに分けて、各ブロック1位通過と2位通過を決めてます。1位通過そのまま、準決勝トーナメントに進出、2位通過チームは敗者復活ブロックに編入、合計16チームによる準決勝トーナメントから上位8チームの決勝トーナメントをさせていただきます。進撃の股間中堅はアンチテカス、ギルティアならではの中遠距離のゲージためですね。遠距離で離れていても歩くことによってゲージをためるんで、ためているんで、このゲームは中遠距離での細かい行動も非常に重要になる。離れてるから待ってるわけじゃないんだよね、ゲージためしながら様子をしてる。まあ繋がってないよね。あの時57あったっけ、5 7 9 11 13と受け身不能時間が短くなっていく。ここで長いコンボになればなるほどコンボのつなぎが厳しくなり、またヒット数が増えれば増えるほど相手の武器が下がる、もしくはノックバックが増加するというコンボの補正があります。なんでまあコンボ後半は今までつながっていたパーツがつながらなくなるということを念頭に入れてコンボ構成をするなど調べてください。さて大将、股間に這い寄る混沌、股間に這い寄る混沌は何がやんやるなと
ニャルラと。いいですね、バースト対策。ギルティギアのバーストは発生した瞬間、発生じゃない、入力した瞬間に、ちょっと自分が上の方に浮くので、相手のバーストの攻撃判定に当たらないような当て方をすることによってバーストを透かしながらその後のコンボを決められているバースト対策コンボもありますね。うまいことジャムのしゃがみ入った先端当てを使って1ラウンド目はヤルラとジャムが取ったんですが、まあ、第2ラウンドはこの展開。今のもヒットバックの動画ですね。どうしていく？あっ、あっ。コンボミス。激凛という技がね、とにかく強い。それで弱体化してるっていうんやから剣道かけ、強化剣道。つなぎミス、剣道で割って100本。つうわけで A 兄弟まずはロックス、はい、 3-0 で負けると2位抜けするのもかなり厳しくなる。3人ブロックです。そうね、 A 兄弟第1ブロックの2試合目、株式会社ワンパ工房京都支店第01総流という仲良しチームですね。もうギリギリはね、プレイヤーの世代を考えるのも億劫になってきたんで、第何世代とか言えませんけど、世代を考えるのが億劫というね。まあでも安心と信頼のケダコでした。 2P 側がケダコロニー、専門ケダコ。世代で言うんやったらね、なんやろ、何世代考えられるんやろ。まずはゼクスが稼働してサミーズカップ第1回の時から名前を挙げていたプレイヤー、ゼクスが稼働してからサミーズカップ第2回、そしてイグゼクス稼働前に名前を挙げたプレイヤー、ギルティギア、イグゼクス、無印が出た時の、サミーズカップ並びに投撃参加プレイヤー、そして青色が出てから攻撃ないし青色が出てくる名前が上がってきたプレイヤー、青色後期攻撃が終わった後に名前が上がってきたプレイヤー、そして青色の攻撃が終わってスラッシュへの過渡期に名前が上がってきたプレイヤー、スラッシュになって実力が上がってきたプレイヤー、そしてアクセントコアの序盤で活躍したプレイヤー、第一世代のまあ代表的プレイヤーが今現役で残って、現役じゃねえけどな、俺とか FAB とか第2世代の代表的プレイヤーがカトゥーン、第3世代で言うと誰やろな、無印初期から今日見たって分かりやすいところで言うと、あれや、無印初期で無印初期で評価されていたプレイヤー、第1世代が勝てる、第3世代はそのタカとかその辺、まあ、第4世代になると分かりやすくて、第4世代のあとはボッチーも第3世代かな、
こちら、ブラウンさん。第4世代になると分かりやすくなってきて、青色序盤。分かりやすくなってきてくれた。まあまあ、トールとか列とかそのあたりですわ。トールとか列とか。さあ、トールで言うと誰や。で、その時代のプレイヤー。第5世代でやっと出てくるのが、NO とか、アレブ、で、その間にドグラ、エスケとか。青色の飛行機スラッシュ電気で強化されたのが、まあ、怪使いですね。ロズとかまた3段で、はい、新業態決まりましたね。もうすぐ体重 70kg が3立て。では新業態1位に決定戦やります。ラーメンミグニのもうすぐ体重 70kg、 ラーメンミグニのもうすぐ体重 70kg の試合やります。じゃんけんしてワンピース2決めて分かれてください。あとはね、キーシャ君とかが第6世代になるのかな。アクセントカーになったから一定の評価を得てたものの、表舞台に上がってきたのがアクセントカーの中期ぐらい。キーシャをあがめろ。あっこで初めてね、プレイヤー知りましたもんね。悪いのは一歩しか良くない。さて、3立て、はい、提供台決まりました。ハムイ・ラグナロックが3立て、ミーシャの3立てです。では1位に決定戦、とある愛知マックドライバーと、ハムイ・ラグナロックの試合やります。ワンピースで決めたら別れてください。忘れてはならないのは青色の初期に名前が上がってきたプレイヤーですね。あの頃は本当にプレイヤーの数も多くてチーム盛り上がってたんですけど、ルー、少年、そのあたりのプレイヤーが青色の初期から、さて、E 兄弟決まりましたかね。サンデロ前パン大好きは勝ち、ありがとうございます。じゃあ1位に決定戦やります。E兄弟煽り越しとバイパンダイスクラブ、じゃんけんしたらワンピース2決めて別れてください。スラッシュのね、時代はね、本当に今来てくれてる関東勢の多くのプレイヤーが多分スラッシュぐらいから実績が評価されてきたプレイヤーなんじゃないでしょうか。そういえばスラッシュアクセントバーからアインとかもね、アクセントバー初期ぐらいの実績が出てきたぐらいかなという、そんな気がします。だいぶ昔話なんでこの辺はいいんですけどね。さて、影響台は新山 VS レイジ。アクセルベノムは一般的にベノム有利と言われてるんですが、なんといっても新山ですね。新山の世代別でいうと煽りの後期からスラッシュ全力かけてますね。
優勝でもいいコンボなんやけど、冷静に考えよう。優勝でもいいコンボパーツは別に誰でもできんで、ちょっと練習したら。チャガハイハンマーからの PKSHS 金魚リ S とかチャガハイから、ヒートナックル、そこじゃなくて 6K ハンマーフォール青からそれをやるのが優勝でもいいコンボです。受け身不動時間、6K ハンマーフォールのつなぎ、この辺が非常に難しくて、決勝トーナメント前のインタビューの時に 6K ハンマーフォールっていうすごいのを狙っていくんでって言われてたんですよ俺。ハゲにそれをね、実戦でちゃんと決めきっちゃったを見て優勝って言っちゃいました。ごめんなさい、ほんますいませんでした。ほんまなんや、許して、ハゲた許して。さあ、レイチが抜き返す。ちなみに FB マッドストラクルはあれガード硬直長いんで、実はでは B 兄弟3試合目、あ、落とし物ですね、すいません、携帯が落ちてました。NTT ドコモの何やろ、ギャラクシーかなこれ。はいはい、あ、ごめんごめん、なんだこれ、壁紙とか見ていいやつね。あ、通やった。はい、じゃあ B 兄弟3試合目 FFOD 撲滅委員会のフラクトゲーセンミガンドラ韓国の試合やります。代表者じゃあじゃんけんして 1P2P を決めたら分かれてください。 1P2P を決めたら分かれてください。 A 兄弟 01VS 泉コロちゃん、この試合もなかなか面白い。H 君がね、とにかくね、経験値が高い、このオブレア、ずっとやってるんで、まあでも、ずっとやってると言ったら、コロちゃんも同じようなもんなんで、大変なこと、こちら、ジャンプアイスラー単発ヒット確認から金 SR ブッチラー目障りなんだ着地なん。あーとバフリール、やれやれだぜ、勝ったな、ケナコロニー。はい、じゃあじゃんけんして 1P2P 決めておいてください。昔カプコンの対戦格闘ゲームで、ヴァンパイアっていうゲームがありまして、皆さんご存知ですか、ヴァンパイアというゲーム。最近のね、若いプレイ、若者はね、ヴァンパイアっていうゲームを知らないから困る、本当に。いや、嘘だろうと思うやん。高校生ぐらいのね、ブレイブルーやってるような子にね、聞いてみてね、一つだけは何知ってるって聞いてみてください。一つだけは何知ってるって、3人ぐらいしか知らないんだ、あいつら。高校生ぐらいの子、今のヴァンパイアっていうゲームあったんですよ昔。ヴァンパイアっていうそういう、ね、世界各地のモンスターが争うっていう対戦格闘ゲームが、そのキャラで、サキュバスのモリガンっていうキャラがいるんですよ。モリガンアースランドっていうキャラがいるんですけど、そのキャラの息遣い、立ち姿の、その手が、めっちゃエロくて、
めっちゃエロくて練習しました。何が悪いんだ。めっちゃエロい、やばい、練習しました。モリガンドで、あれはね、受けの価値ありですよ。モリガンはね、あの直立不動でね、エロいってやるんですけどね、そのうちにできたバンパイアセーバーでできたコンパチカのリリースっていう子はね、なんやろ、腰振りながらそのエロいでやるんで、よりエロいです。気になるのはバンパイアやりましょう。何の大会やったっけこれ。ええじゃない、大胆なのか。いいですね、画面中央陣取るという最後のほら、なんかボルカで解決してムカで、ミカサムカで出たのはいる。もっと繋がってないけど問題なし。タッチピー金 S が繋がらない、当たらないやつですね。クライファンデのこの試合E兄弟でやるんで、該当チームの皆様 E 兄弟に移動してください。愛のメモリー、愛のメモリー、チーム名考えたらどうせカリスマやろ。知ってる知ってる、愛のメモリー。はい、じゃあ1試合目、シドラマの人気者と大阪 B の E 兄弟。はい、代表者ジャンケンして 1P2P 決めて別れてください。ワンピースで分かってください。営業内中堅で出てきたのはニーヤマックル。マジマナーガードした。とにかくね、サッカーのね 6P が強くなりすぎて、テクスターがねマジ止めないんですよね。洋式のジャンプ結構雑魚性強いんですけど、はい、ハドキン山は逆に逃げて、基本がしっかりしている。シャガパンで移動を尽くして対空のベンデーカリ、やはり強い。この男 B 兄弟決まりましたね。勝ったのはミカンドラ韓国、何対何ですか。 3-0、3等です。よし、1位通過がフラッグのゲーセン、ミカンドラ韓国、2位通過がナイツオブフェアリー。いきます。じゃあちょっと飛ばして、やばいか。はい、B 兄弟で、 B 兄弟で第9ブロック、 B 兄弟で第9ブロックやります。プリングミ、プリングミ、ネルカバで検索検索、女子魂ワン、プリングミ、ネルカバで検索検索、女子魂ワンの試合を B 兄弟、 B 兄弟でやります。はい、じゃあ B 兄弟第9ブロック進めていきましょう。1戦目プリングミと、はい、プリングミ、そこそこ、その台その台、エルカバで検索検索、はい、エルカバ、はい、じゃあ代表者じゃんけんして 1P2P 決めてください。代表者じゃんけんして 1P2P 決めてください。ヤオー出しちゃった。つながるわけがない。円 S 連戦空中筆記、俺様タイプ、そしてもう一本のタイプは野菜が食えないタイプ、この2つだ。どっちかです、非常に近い、どっちかです。野菜が食えないタイプはミスキャンが早い。でこのネタわからんよな、もう
ほんま5年くらい前からギリギリやってないと分かんないネタ。野菜を食べなかったらミスキャン早くなりましたわ。ネタとしては11年くらい前のネタ。激に弱いっすよこのキャラだよね。まあここは6世。いや正直ジャムアクセルはアクセルがもう。Heaven or Hell Duo One Rock。まあさすがにロカイニャスラッシュバックを合わせていくよキナコ。キナコの目はどこにトラップをね隠し持ってるかわからないんで、やっぱり元気に持続長い。はい 3-0、 ミカド幼稚園が勝ち。では1位に決定戦やりますね。ミカド幼稚園とエフテの奇妙な冒険やります。新兄弟で1位に決定戦、イカド幼稚園とエフテの奇妙な冒険の試合やります。マンビー 2P 決めたら別れて待っててください。マンビー 2P 決めたら別れて待っててください。兄弟先生はロック勢。実はね、世代的には無印前半から無印中盤から煽りを前半からのプレイヤーなんですが、ゼックスもやってるはずなんですけどね。レバガチャは早いが、しかしバーストが漏れるという。ジャンプ D の気絶値は高い。ジャンプ D は気絶値高い。高いよな、まだ勝つというのはでかい。そう、当たらないとはいえ当たれば勝つというのは大会ではでかい。さて、霊兄弟決まっている。勝ったのはドンコ 3-0。 はい、では3試合目、霊兄弟3試合目やります、ミリアの胸を揉む隊と女子魂2。これあかんな、この組み合わせあかん。ミリアの胸を揉む隊と女子魂2の試合やります。はい、じゃんけんして 1P2P を決めて、代表者じゃんけんして 1P2P 決めて、じゃんけんして 1P2P 決めて、1P2P 決めて別れてください。第1ラウンド、おお、これあかん、俺
これあかん。あれさ、ダウンの位置で 6P が当たるレシピが見つからへんかな。ゲンド、早い。店員からの首投げが早かった。というわけで勝ったのはサミット、伝説のぶっぱだい、やってやったが、まずは第1ブロック1位通過。嬉しい話ですね。イグザードもみんなよろしくね。アクセルもいるし。さあ、影響台決まったようですね。3-0、女子魂2の冒険はここで終わってしまいました。エターナルサンタで、なんで気持ちよくなってんの、エターナルさん。はい、1位通過が、ミリアのブレラを服の上から背後から横も舞台、2位通過がどんどんどん、このどんどんコンボとなります。はい、じゃあデイ筐体、デイ筐体で、ごめん11やっていい、ここブルー。さあ、2強隊は、現在レビーチベノフが中堅、そしてドテンカス、アンチが、先方ですね。C 終わってますね。勝ったのは向こうで、セット数は 3-0。 さあFAB 3立てというわけで、帝幼稚園が1位で、F での奇妙な冒険オールスタンバトルが、2位ということになります。さて、ではいきましょう。 C 筐体で、では10番のリーグやりましょうか。 C 筐体10番のリーグ、はい、5000円で手を打ちませんか、倍下級と、カズさん今日の分の友達料払えよと、俺勝ちたいんず、をやりましょう。まず C 兄弟の周り移動してください。5000円で手を打ちませんか、倍下級がカズギレイエキシャン、カズさん今日の分の友達料払えよ、メッシーキムちゃんカズ、ハトマグ銀河、俺勝ちたいんずジンクスタナギカイトビッケ、それぞれの皆さん C 兄弟まず移動しましょう。はい、チーム名の会話をしている。はい、では、5000円で手を打ちませんか、倍下級、カズさんの、カズさん今日の分の友達料払えよ、試合しましょう。はい、手挙げて、はい、C 移動してください。はい、さあカズさん今日の友達料は5000円らしいですよ。はい、さあ影響体はレイジベノムが取り返しての2人目。はい、まずしそう、
視聴率が高いですね。さあ女子大魂ワンが、さあこれで1人抜いて、ピッカーが大将で、中堅なのかな、ユーマディズニーですね。あーガード。さあというわけで、勝ったのが、ネルカブで検索セット数は3でございます。さあ、プリングには勝てはもちろん1位ということになります。はい、プリング組と女子魂1、はい、ではじゃんけんをしましょう。はい、じゃんけんしてワンピツーピー決めましょう。はい、さあ、いい状態終わってますね。いいは、大阪 B 第2のメモリーが終わったかな。3-1 で大阪 B、 はい、ありがとうございます。3-1で大阪 B のジョージボーナーで、はい、では最後、シタラバの人気者と、愛のメモリーいきましょう。シタラバの人気者と愛の、メモリーいきましょう。はい、さあこれも、愛のメモリーが勝つと一勝1敗で並ぶ形になりますね。はい、シタラバの人気者と愛のメモリー、はい、愛のメモリーとシタラバ、じゃあじゃんけんをしてもピッツビ決めてください。はい、先方に続きます。はい、得失点あります。勝ち引きの差で見ます。はい、だから大阪 B の現状5-4なんでプライチってことですね。はい、さあ影響体はレイチメノクと、そしてニャルラトジャメ。さあしかしレイチの勝利で、これで終わったのかな、終わりましたね。さあ影響対配信台はレイチベノム対、ケダコメイ再戦となります。さあケダコロニー対ワンパコーボ、勝てば2抜け。さあていうか1番ブロックがまだ終わってなかったんですけど、もうほんとほぼ全てのリーグ終わろうとしているので、はい、えらいことです。よろしいですか。ではごめんなさい、 B 兄弟の、衆院ファンクラブと委員会からの使者、はい、衆院ファンクラブが当院、じゃあじゃんけんをしてください。はい、まずワンピース B 分かれてください。はい、ワンピース B 分かれて、じゃんけんをしてワンピース B 分かれてください。衆院ファンクラブと、委員会からの使者、はい、はい、はい、まず分かれてください。
さあ現在右筐体は中堅総流対先鋒家の方、そして右筐体が先鋒は誰でしたっけ、シュンさんですね、シュンハープセット、そしてサドジョニー、 C 筐体はさあおっと同じ量を払ったハズさんが勝利して、さあ次は誰だ、さあ E 筐体はカリスマファウストと、そして誰だあれは、ザッパということは、ゲロッパザッパですね、ゲロッパさんの名前が GG2 プレイヤーというのがなかなかいいですね、そういえばそんなゲームがありました、そして現状体が、経路の人メドローアで、ヤクマミテスタが攻撃を抜き返してからの出てくるのはゴールドね、さあ営業体ケダコが2立て3×1×0×13、はい、で E 兄弟ごめんなさい、勝ったのはアインさんのチームが、アインさんじゃない、ごめんなさい、カリスマチームが 3-1、 カリスマチームが 3-1 ということで、セット数差が、4-5の5-4の4-4でプラマイ0プラ1マイナ1なので、ギリギリセット数差1位が大阪 B のジョージモノ投げ、2位が、愛のメモリーのことになります。さあシャロン人気者はさあ大阪 B チームに変わったんですが、残念ながらセット数差で破れてしまいました。はい、いい兄弟設定戻してください、いい兄弟設定戻してください、はい、さあでは、デー兄弟でやっちゃう、やっとく、A があれ でやっちゃいましょうか、はい、じゃあメドローアと TRF はもう始まってるんですね、はい、失礼しました、E 兄弟の方はもう本日大会では使えませんので、設定の方を戻させていただきます。 E 兄弟の方はもう大会で使わずの試合になりますので、設定の方を戻させていただきます。さあ A 兄弟はケダコがリーチなんだが、さあ未来が耐える、耐える、未来耐えるか、さあ3打で押していきたい、耐えたい耐えたい、未来耐えたい、はい、さあアンチ行くのが残念、最後メイが滑ってきたというわけで、ケダコロニーが3立てということで、ケダコロニーが2位となりました。はい、しばらくお待ちください、エミッサリー、エミッサリー、もうエミッサリーやめろやめろ、エミッサリー誰に通じんねん、大将戦法勢ショックシューバーサス水乱のサテ、気負わない、死ななきゃ安い、死ななきゃ安い、外れば絵は意味をなくす、死ななきゃ安いが外れてりゃ、外れば外れば死ななきゃ安い、この
も体力ゲージがパーフェクトの間が水難水難っぽい。緑になって山が連なる様子的な S ハイウンチョ 6K 来い。クー投げまで。なるほどな。第1ラウンドはサトゥ新兄弟決まりましたね。俺勝ちたいんすと友達では何対何すかとなりました。俺勝ちたいんすと友達ではどうなりました。3-1で勝ちたいんす。はい、ありがとうございます。じゃあ1位に決定戦、5000円で手を打ちませんかと勝ちたいんす、ちょっと台移ります。 B 兄弟でやります。5000円で手を打ちませんかと俺勝ちたいんす。 B 兄弟、 B 兄弟でやります。はい、5000円で手を打ちませんかと勝ちたいです。じゃんけんしてワンピースピー決めてください。さて、春月 VS 偶然から始まった春月ファンクラブ VS 東京収穫祭先方春月 VS 偶然。チューチュー、ここは弁天で返す。 6PAS バース4だ。はいはい、ゲージ使う。氷落ちてきた。青が出ない。 6P うまい。ケミカルマシンガン、いや今の最速じゃないからマシンガンじゃないけど、ケミ青ケミ。釣られた。結構変だよね。まだまだ止まってると揺さぶって、ああなるほどね。エースからダッシュジャンプでヒロコンボ見えない。何も食わう空じゃないの。出し系です。もう打つ。リンゴ出して羅生戦。青投げ、青からケミカル狂言狂言と高難度コンボを簡単に決めてくる。このイケメンの名前は誰だ。ウーゼしたところでね、今作ね立ちハイ前ハイの後イノに対してね立ち系が多分刺さんないんで安いんだよね。立ち番みたいな。さて先方、中堅先方戦アシカ VS ウーゼ。ちょっと乱闘してダウン取って、いけない。確かに速いよ。いちいち高い。遠距離 S、 この技がまたいいアクセント。第1ラウンドウーゼ大木、これ痛いんだけど。確かこの大木カウンター痛いはず。この JK は予算、まあまあ立ち配定だけはミスったが、確かこれ回そう。ミノもねミグザードの出場が決定したっぽいんで、多分決定したっぽいんでモデルができてるというのは。こちらがまた見えてんな。しゃがいっす。ハハ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 。
中ダッシュ2回強いって。このキャラ動きが異次元。下段表さあ趣味で落として、さて B 兄弟はカツキが3打て早い。1位通過が5000円で手を打ちませんか。倍かけ2位通過が俺勝ちたいんぜとなります。マシケここに行け、刺して値段チューチューは届いていない。だがここでもう一回空中ダッシュ、タテケミ青が強いな。ロッピーバーサス成功。マジで D 狂言からクーダ2回できるんで全然コンボいける。マサト今日はマサトが2人いますかね。サツーザ・ビリジアン対してマサト・ポジョムキ、結構ね中四国もポジョムキのタレントは何人かいるんで、そのうちの1人マサト遠征がハンマー青暴れ潰し最速でポジョムキンパスが飛んできたやつね。ここはスライド、スライドで見てから手だけ。この辺のね画面中視力がサトゥージョニーの魅力ですね。ハンマー赤だが、まあ、問題ないと見てめえ。どういいよ先生が、様子見がきつい。冗談タイプ俺をこの辺のねバランスの取り方本当にうまい。6回カウント、なんか怒りそうな匂いがプンプンする。デリー、あ、これは職が確定。ハンマーを6回、ハンマーはブレーキ、なんとかカードしたけど青から攻める。この辺マサのやり込みが非常にうかがえる。スライドカウンター、ロケハンマー立ちくらいなんで繋がりません。いや繋がるけどビタイチ、コイン当たっていない。ここは上ドーハンマーバックスで解決して、テレビなんとか耐えるマサド、だがハンマー差し返して、あの距離でもバータイ。俺を本気にさせたの。立ち系レベル2下段優勝しているアシュラザッパー。ヘブンのヘル先行中継戦はサトゥーバーサスアシュラ、あ、すいません、ハイフズリーグ進めます。僕が言ってる間にハイフズリーグ進めます。B 兄弟でどれが一番辛いないな。あー確かにな、まあ順番にいこう。 B 兄弟でハイフズ1、C 兄弟で配布3、 D 兄弟で配布3やります。 A 配布1がラーメンみくに、 B 兄弟でラーメンみくに、あおり越し、あおり越し、けだころに、 B 兄弟でラーメンみくに、あおり越し、けだころに、 C 兄弟で、メルカマで検索検索、メドローは愛のメモリー、C 兄弟で、ネルカマで検索検索、メドローは愛のメモリー、D 兄弟で俺勝ちたいんす、ナイツオブフェアリー、とある愛知のアップトップドライバーでやります。各
各プレイヤー分かれてください。兄弟の方に移動してください。 B 兄弟でラーメン見切り煽り腰出た頃に、 C 兄弟で、寝るかばで検索検索メドローは愛のメモリー、 D 兄弟で俺勝ちナイツナイツオンフェアリーとある愛知獲得ドライバーとなります。え、17が抽選一発です。勝ちでけえわ。はい、じゃあ B 兄弟1試合目ラーメン三国と煽り腰、はいはい、じゃんけんしてワンピーツー B パス決めてください。遠い目にいるんでじゃんけんしてワンピーツー B 決めてください。 C 兄弟が、寝るかばで検索検索対メドロワ、はい、じゃんけんしてワンピーツー B 決めて分かれてください。D 兄弟が俺勝ちたいんぜ、俺勝ちたいんぜ、俺勝ちたいんすいますか、俺勝ちたいんす、俺勝ちたいんすいませんか、俺勝ちたいんすいませんか、俺勝ちたいんす、はい、じゃあ先にこっちやります。とある愛知の悪徳ドライバーとナイツオフェアリー、はいはい、遠い目にいるのでじゃんけんしてワンピーツーピー決めて分かれてください。さて、サトゥが1本取っての第2ラウンド、ここまでアシュラが体力リード、しかも剣、はい、じゃんけんしてワンピーツーピー決めて分かれてください。させたの、ミスティークだったな。廃物ブロックが始まりました。 A 兄弟やサトゥーが似たて、第3ラウンドはまあまあ先手でリード取って、ラッパ戦先手でリード取れると対応できるキャラ対応しやすいんで、最初はルーゼン2の中段中段カード、これを立ち切り落とせ、円滑神髄、立ち配確認から、まあ、バーストを見ながら始まり中段、そうなんだよね、しゃがみに横切りが当たる、確か中中から青が出ない、ここでバックステー、俺を第一ランナーサトゥ、そう、この横蹴りが今作非常にいいの強いんで、攻撃安定が変わってるわけじゃないんですけど、ガード差した時の硬直差が非常に良くなった、ガード差し有利、繋げ中段からもう大爆繋がっていない、ちょっとここミス、ロッケー強限強っ、タマムテギのディバインブレード、飛び道具無敵というね、めんどくさい属性を持っている。リーダーさて、偶然がここからかと捉えていきたいが、と
った。横切り繋がらない。あーこれもタッチパン、このクテーダもタッチパン。その辺にしときな。さて 3-0 というわけで、1位通過がカンyou
からね。シャー
生きることを見せつけるのよ。 Heaven or Hell Duel One Let's Rock Yeah!
ここだ。本気を見せましょう。
やばい全裸の何もあるんだ。マネ燃えようとは助けて。Let's rock!
Yeah!
のゆえんをお教えし Heaven or Hell Duo One Let's Rock
おいおい、ほら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 、Yeah! Nip him up! Kick! 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 Kick
諦めは肝心だぜ。 You win!
Yeah!